ただ得点がなかなか多く取れないということで、この2週間は攻撃の時間、そこに練習の時間を割いてきたという情報です。そこが一番難しいって長谷部監督もおっしゃってましたけど、はい、まさしくそうですよね。そうですね、はい、非常にこの2週間では中国監督は切り替えのところ、そこはこだわって練習をしてきたという情報です。あとは低い位置からでも少しこうスプリントしながら敵陣深いところまで持っていって、横からのクロスシュート、その回数をどれだけ増やせるか、はい、両チームの選手がピッチに広がりました。福岡がエンドを変えました。鹿島のキックオフでスタートします。前半の45分スタートしました。左から右に攻めていきます鹿島アントラーズ。この鈴木馬左サイド起用、まあ、あと中国監督になってから安西光輝が高い位置でカットしたいい取り方です。福岡金森、左前島、中3枚来る、右足持ち替えてウェリントンがターゲットだ。いいですね、ボールの取る場所もすごく良かったですし、はい、スローダウンさせられたところからどういう風に入り込んでいくか、はい、鹿島の方は鈴木優真です。マッチアップ小田を外す鈴木優真、クロスが来て、いやボロッカー、いいボールヘッドだ、地面まだある、クリア、長いしビッグセーブ、ナイスキーパーですね。名護のボールもすごく良かったと思いますし、はい、深いところ、今野、今野中を見る、足元入れた、金森フリック、おっしゃったね、はい、いいボールでした。田代からウェリントン抜ける、フラッグ上がっていない、コントロール、後ろ金森入ってきた、金森、まあ、田代からの良いボールだったと思いますし、ここで前半終了のホイッスルです。0対0の折り返しということになりました。佐藤さん、前半の印象を教えてください。後半がスタートしました。エンド変わりまして、右にエンド、鹿島アントラーズ赤いユニフォーム、左から右に攻めていきます。9番コントロール、おー出てきた、前島、柴崎のファール、イエローです。なかなかこう福岡の最終ラインを間延びさせるような作業ができないので、はい、手前は常に狙われる状況ですよ、ね、モローカの突破、モローカ、中徳田と鈴木、クロス、鈴木優馬、1年船橋、杉川です、狙ってきた、いやいいキック持ってますからね、はい、今ぐらい高いところまで運べたら、うん、マイスいる、松岡へずれる、試合終了です。両チーム得点なく、スコアレスドローです。